はい皆さんこんばんは2012年12月9日日曜日夜11時半ですアップルニュース TREAM ワンボタンの声第138回始めてまいりたいと思います私は進行を務める山村と言いますどうぞよろしくお願いいたしますえー、今日は30分遅れで開始です,すみませんでしたあのー、思ったより帰宅が今日遅くなりまして準備が全然間に合わなくてちょっと30分だけ遅いなことになりましたえー、早速松尾さんねお呼びしてみたいと思います もしもしはいどうもはいはいえー、解決ぞろりマスコットガールズのスターフラワーです <laughs> お前そんなキャラいるんですかこれはいますねあそうですかなんか映画になるらしくて<お>、はい、解決ぞろりってあれでしょあのたぬきかキツネのキャラクターでなんかそんなん、ね、朝の7時からやってたやつですね ああテ,テレビもあるんです、ね、テレビえ解決ゾロリってもともとテレビやと思いますよ。もともと絵本、ねあ。あそっか、絵本もあるんかな。はい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 。そうそう、イノシシの、ね、子供が2人、あの子分でいますよ。ええ。なんで解決ゾロリなんやろ <laughs> <laughs> あ。名前の話ですか、ねえー。ええー <laughs>。まあ、ゾロから来てるんで、はい。 ですよね、いや、それだって、なんで松尾さんがゾロリを選んだのかが知りたいん、はい、<laughs> なんか今日<あ>今日そういうことあったのかなと思っていやたまたま、ウェブいろいろ見てたら、はい、映画解決ゾロリ、<laughs> だ、だ、だ、大冒険、家広い社会があったというのが、ねう。ああ、そうなんですね。はいはい まあ私は東映チャンネルで解決図ばっトばかり見てますけどね。はええー。はい。ちょっと音量今大きすぎますかちょっと下げますね。えー、っと、なんか、始める前は音量が足りないのでピック上げてたんですけど、なんか、えらい、あの、上がりすぎてましたんで、ちょっと今下げてます。はい。ええー、もう今日、水分寒かったでしょもしもしあれあ、もしもしあ,あ、よかった。はい、松尾さんのけ、こういう経営の画面だ。 今日寒寒かったででしょ風ここ一番の寒さですねいや、もう風ビュービュー吹いてる中ね、ね今日はちょっと外出たり入ったりがあってね、結構つらかったんですけど、ははいはい、はい、えー、まあ、ちょっと帰るのがね、いつもやったらこの配信するの日曜日にどんなに遅くでも9時には家に帰ってるんですよ、私ね。はい 共生もね、帰りつくのがもう10時回ってしまってね、あ、はいはい、あー、もうあがんアウトやと思ってね、アウトってな何がアウトかよ、分かりませんけど、ちょっと、はい、あれですね、ちょっと今日は半からでーすっていうツイートもされてました、ねえー、そうなんですよ、はい。えー、まあ、タイトルは今日挙げましたね、2012年振り返る。はい、あの、年末ネタ詰まりになってくるとこれになるんやけど。<laughs> <laughs> <laughs> これね、別に我々のだけじゃなくて、雑誌でも、テレビでも何でもメディア、メディア関係みんなそうやったと思うんですけど、年末やることなくなってくれたら、あの総集編ってやるでしょう。まあ、そうですね。<laughs> まあ、それ的なものですよね。はい。だから、あと残された週は、ええ、2012年を振り返る何々編でやっていく。去年もそうやったんですよ。で、去年は随分ね、時間がかかりすぎたんですけど、今日ね、ざーっと調べたんですね。 相手の時間使って、はい、ほんなら、あのー、12か月を60分ちょっとで解消を思ったら、い1か月を大体いい5分弱でこなさんとだめなんですよ。はいはい、で、それは、この量を見ててね、ちょっと今日かなり急がなあかんかもな、みたいなね、いうような気がして見てたんで、えーまあ、早速、ご紹介いきたいところですが、えー、っとですね、 あのー、番組からのお知らせをちょっとね、さっきやっておきましょうか。はい、はい。えー、ちょっと待ってください。<laughs> どこ行った紹介のやつあったあったあった。はい。えー、ポッドキャストの方でも、わかりやすく告知をしております。2012年ワンボタンの声、大忘年会。はい。え五56人の枠に対して、今 <laughs> 51人まで申し込みありますが、あと5人さん枠ありますんで、はいえー、12月28日、大阪、もし、 お越しいただけるような方でいらっしゃいましたら、ぜひお願いしたいと思うんですが、はい、よろしくお願いします。えっ、ーえーえー、と、今、タイムラインに、えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、ちょっと出しておきますね。忘年会 URL で、ね、シャープ OBT つけて流しておきます。あ、シャープ OBT つけてもこれ流れんのか。はい。よいしょと。はい。えっ、ー、と、なんか、落ちたというふうに書き込みあるんですけど、配信、落ちてます そんなことないですね。こっちは配信ずっと出てるように見えてるんで、大丈夫だと思いますけども。はい。えー、どうかよろしくお願いいたします。はい。そして、えっ、ー、と、YouTube とか y o u t リ b e で、今日初めてこの番組をご覧いただいた方、いらっしゃるかもしれませんが、ご紹介です。えー、この番組は iTunes であの聞ける無料の Apple ァン向けの番組、Apple News Radio ボタンの声。えー、これの y o u t リ b e バージョンです。毎週、カーモ木ドの朝30分間、無料で聞けますので、えー、ぜひ登録して聞いていただけたらと思います。はい。 えー、ということで、あのー、番組の紹介も終わりましたが、多分松尾さんの声が、はいあの、なんかワンテンポ遅れるの、やっぱりあれですか私の声かぶったら聞き取りに行く、いい感じですかそうですね。ええー、すみません。はいえー、そんな、あのーい、1年間振り返るんですけども、えー、さっきまず1月のニュースの一覧ちょっと出しましょうか。1月で、ね、一、はい、月ですね、こんだけあるんですよ。ハードウェアでですよ。1月ハードウェア、<え>いろいろあって。はい んですね、まあだから、これ、アップル系だけじゃなくて、周辺もっていうことですよね。はいえー、あそうなんですよね。はいえーまあ、その中で、ちょっと目立ったものだけね、ちょっと取り上げてお話していこうと思いますが、あのー、えー、っとですね、覚えてますかね、大谷和寿さんがあの京都の方でイベントされたの覚えてますかね。ありました、はい、ですけとのはい、はい、はい。 え開催されましたけども、これが1月のえと30日から2月3日にかけてのイベントでしたけどもね、あのオールドマックをあの実際に見る機会もありますよということで、有志の方がね、持ち寄ってされてるイベントでした。はい、まあそういうイベントもね、ありました。はい、なかなかね、ちょっと私、あのお時間都合できなくて、ちょっと伺えなかったんですけど、えそれからですね、あのー、 当時は、今年の1月ですけども、ワイヤードジャパンでこういう記事があってね、それの紹介もありましたね。よいしょと。えー、ナイキの画期的デバイス、ナイキプラスフューエルバンド発表っていうね。ああ<ー>。ありましたね。はい。あれどうなったんでしょう最近あんま聞かないんですけど。や,やっぱりってり、ね、使ってる人は使ってますね。はい。ただ、あの、なんかむっちゃ増えて、 なぜかというと、あんまりそんなふうには見えないですね。確か、魚井先生が買ったんじゃなかったでしたか、はい、なんでやってはりましたっけ、そういえば。ま,また聞いてみましょう。いや、1年も経つとね、あのー、なんかえ、それまた今年やったんみたいな話がね、時々あったりするんですよね。そうなんですよね、はいえー。その中でもね、これはかっこええなって紹介したのがありました。えー、と1月に紹介したハードウェアの中で えーとですね赤いの iPad2 合体用コントローラー、MPC フライというのがあったんですけど、これ、なんかありましたよね、これ、上半分が iPad なんですよね、ノートパソコンみたいな手になってますけど。はははい、はい、はい えーまあ、ヒンジのようにと閉じるかどうかはちょっと分からないです、単にノートパソコンのように置いてるだけかもしれないですが、そうですね、えー、この、はい、閉じた状態で持ち歩かなくてもいい気はするので、で,ね、あでもまあ便利ですかね、記事の当時は値段発表とかまだなかったんですけど、多分もうその後売られてたんじゃないかなという、ちょっと記事が追跡できなくなるこ申し訳ないんですけど、ありましたね。えー、タイイムラインからは えーとですね。えーとあウィンディーさんが見れてますと書いていただきまして、えー、長野な、えー、長野がさんまだ始まってませんねあ始まる前にご覧いただいてたんですかね。はい。えー、エツコさんからは今晩は。2012年はまさに怒涛の一年でした。移動あり休業あり和ヤクチャでした。和やくうです。ワってすごいな。<laughs> ね<え>来年ははい、はい、なんかこうね。えー いいことがありますすよねねそうです、ね、まああのー、我々ワンボタンの声それ番組それからそれぞれ各人の話はまあちょっと年末のね年越しの時まで話を置いとこうかなと思いますけどね、はい、<laughs> まあ私が一番話し始めたらもう結構悲惨な話あるんか分からへんけど <laughs> はい。 えーまあ、1月、アップルからは特にあのこれっていうのが目立ってはなかったんですけども CES とかもいっ,ぺいっぱいイベントがあったおかげでね、えー、サードパーティーの商品は結構目立っていろいろあったように思いますははい、はい、はいはいえー、今この配信は Ustream でやってますから、まあ、Ustream 関連ではこういうガジェットがあったの覚えてますかね 今外の原付きがうるさいんですけど、すみません。はい、マイクに入ってますからね、ひょっとしたら。そうですね。これ何の音やろうと思って聞いてました、<laughs> やっぱり。はい、これ覚えてますユース TREAM 配信するときに、私はこの番組はグリーンバック合成やってますけど、<あ>そうじゃなくて、後ろについたてのように、椅子の背もたれにかけたら、どこでも好きな場所から配信してるような絵にできますよという。はいはい これはあの単一の色で抜くんじゃなくて、写真がなんか貼見つけちゃうっていうちゃんと椅子にバンドで留めてある写真もあるでしょ、なんか、こんにちはとかって、背中を手前に倒すような感じにしちゃうと。はい 背景まで倒れてしまう,うそうなんですよ。<laughs> まあ、それ<ー>そ<う>じゃなくて、あのーはい、そうかそうか、椅子につけてるわですよ。背中に背負ってるわけじゃうは,いは,いはい。そんな体動かしたらおかしいや、風景ついてくれやん。<laughs> はさすがにそうではない。ではないんですけど、はい、はい。まあ、なかなかおもろいね、<笑><笑>ありました。はい。えー、ヒュエルバンドは森先生からそろそろ日本でも発売だそうですよといただきまして、ありがとうございます。えー、約1年かかったということですかね、そうなると。 そういう日本にない状況にもかかわらず、はい、結構、僕の周りでぽつぽつと個人輸入で買ってる人がいるっていうのがすごいんでしょ松尾さんはとその辺興味あの持って見てはるから、やっぱり周りの人もそういう人多いんでしょうね。あですかね。えー、はい、はいえー 小田さんこんばんこばはい,ただいてますそれからブリッツさん、ナイキストアで聞いたらもうすぐ出るかもと、えー、濁されましたと、ね。<laughs> 濁されたんやはい,、はい。明 <laughs> 言はされなかったということですか、はい、なんですか、はい、えー。ソースは日経とか、胸に変えたら出したもんね。<laughs> <laughs> 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 ははははは。店員さんが冗談聞かせて、そんなことはせんやけどね。だってなおさん、ドリフのコントみたいになるっていうね、さっきのね。はいはい はい。で、もう早速2月行っちゃいますけども、2月、2月も結構あるんですよ。こんだけあるんですけど、はい、DTM マシンやとかね、コンデンサーマイクやとかね、割とサードパーティー品、まあ、これあの、番組で取り上げたものを基準にしてるんですいません。あれが抜けてる、これが抜けてるってあったらごめんなさいね。ただ、アップルの環境を外さないようにしてるつもりなんですけど、はい。2月も特にアップルからこれってあんまり目立って発表はな,なかったんですが、えー、その中でも、あのー、 スタイラスでこういうのがありましたね。iPad 向けのスタイラスで。よいしょっと。いけるかな。あのー、プロのイラストレーターも使える圧力感度のある iPad 用スタイラス。これ結局ね、キックスターターかなんかやったと思うんですが、製品化されたのかな。この2月の時点ではキックスターターで今出そうとしてますっていうお話があっ,たあって、お金も集まってますということだったんですけど。はいはい。ええー、この後どうなったのか、ちょっと私も資料がないのでわかんないんですが。 いつかキックスターター、はい、残念ながらリリースされませんでした特集っていうのもおもろいかもしれこと <laughs> あのー、今年の前半、ちょっとそういうの問題視されて、キックスターターの中で、あのー、普通はね、そういうのアイディアあっても漏れたらあかんからって、なかなか見せたがらないけど、はい、それは認めませんと、作ってる途中飲んでもいいから必ず提出してもらいますと。 はい、そうでなければ、もうキックスターター登録を許しませんみたいなことが多分言ってたと思うんですね、やっぱり、それであの何ですか、企画倒れだは悪いですけど、まあ、作る途中で何らかの,その発注してたハードウェアのメーカーさんがね、できないって言い出したから、作れなかったとか、はい、あったと思うんですよ、そういうのもね。はいえー、ゴンタウンさん、トースポを超えた日系かというね、最近その話題で多いですね。<laughs> はい えー、それから、アップル的なんて言えば、ちょっと地味ではあるんですけども、あのポリカーボネートの白の MacBook が販売終了になりましたっていうニュースが2月にありましたね、2月の9日のことですけども、はいえー、これをもってあの、教育機関向けのチャンネルでの扱いももうこれで終了したというふうに、その当時の記事では出てますね。 えー、だからまあ白のノートパソコンというのは現在、アップルでは新品では売ってないわけなんですけどね、どうです、私はね、やっぱり、ね、最初のアイブックでアイブックの白モデル、2、3、1、2、3、4台ほど買いましたから、やっぱあの白いボディものすごい愛着あるんですよ。そうですね、はい やっぱり今月のお題は、あのポッドキャストのお題は白い思い出なんで、ぜひ皆さん白、白をイメージしたなんかあったら、またお願いしたいところなんですが。ああ、そうでした、はい、そうでした、ねはいえー。ブリッツさんから、アップルからの発表の頻度が今年は低いなと、なんとでも感じましたが、トータルでは結構出たな、新しいのと。まあまあ、なんていうんですか、定番商品は出ましたけどね、画期的な、全く今まで見たことないようなものって今年はなかったように思うんですけど。 まあ新しいジャンルっていうのはなかったですね強いて言えば、iPad ミニなんかが目新しい方になるんでしょうか、はい、あまあ、そうですね、でももう、なんていうんですか、まあ、変化球ですよね、iPad の普通のがあって、それのサイズの違うということですから。 大体およその人がみんなやっぱり想像できたものではあったわけですが、さあ、2月にはもっと松尾さんが喜ぶようなハードウェアの記事も紹介したことありましたなんとお風呂でごろんでデスク、来た、ありましたね、この、ほら、参考レアものショップのお姉さん、乗ってますよ、これはあれですよね、多分台所用品の流用そう。言ってましたね、あのとはね。な いや、なんかごつ似てるんですよ。食器をなんか乾かすやつに似てるんで。はい、まあ違うと思いますけど。あの、びっくりしたのは、参考さんってローマ、英語で書いたら、こういう THANKO っていうつにつなる。そうらしいです、ね。知らんかった。<laughs> えー、ゴロネデスクですよ。ゴロネデスク今作ってます僕ですか。はい。僕だからゴロネデスクの時期を経て、はい、今はこう、 あのー、外部ディスプレイをベサマウントで寝転んだ頭の上に据えるという、はいはい、そのスタイルが確立してますね、踊ネデスクの方はちょっともう,う、へ、はい、えー、舘野さん、初めて買ったのが iBookG4 というね、ああ、やっぱり。 大江、えー、先生が最初のアイブックは白くない。そうですね。確かにさ、まあ、白い部分もちょっと残してますけどね。はい、ああ、あ、えー、さっきの、い歴代4台っていうのは最初のアイブックも。あ、違います、違います、違います。そうですか違います、違います。それ入れたらもっと大豆あります。あ、私、白だけで4台買ってるんですよ、はい。えー、クワタンさんはやっぱり安定してますね。はい、レアモノお姉さん、タマランチ。<laughs> そう、さっきのね、お風呂でゴロネデスクのモデルさんも、はい ななかかか可愛かったですね、はい、けど、お風呂やのになんでこう露出少ないのっていうね、それはちょっとね、はい、どうかなと思いますけども。えーえー、あるいは、まあ、おもちゃ的なもので言えば、これもずいぶん話題になりました、これもね、ああ、この2月やったっけっていうのがあって、えー、っと、ちょっとね、写真がうまいこと出えへんのですよ、今、ごめんなさいね。 iPad の,の上に人形さんを置いて、車の模型を置いてするいうのありましたでしょうあなんかありましたね。あれがね、そうそうそう、まあ、アメリカのマテルなんかもいろいろやってたんですけど、うん、あれがだいたい出始めてたのが、今年の初め、まあ、実際にはもうちょっと早くて、去年の年末ぐらいから話は出てて、商品としては年明けてからね、出てたように思いますね。ははい、はい ぎこねこさん、iPad でお風呂、テレビ用のスタンドにいいねという、お風呂でスタンドですね。はい、えー、まあ、あのー、 おも面白い商品はそこそこ年の初めから出てたんですけど、やっぱりアップルからこれっていうのはねなかったですけどあ、あとレアなもんで、ちょっと写真はなくて、記事だけやからもう写真わざわざ出しませんけど、シンガポールで販売される軍隊向けのカメラなし iPhone4S というのが、シンガポールで独自,独自にリリースされたっていうニュースが当時ありましたねあ<ー>あの軍って2年,2年間入隊するんですってね、そのシンガポールの。入隊前にタイの中で使っていい iPhone っていうのを。 まあ買って持って入っていいんだけど、それ用にカメラはやっぱりセキュリティの問題あって、あの使っちゃダメやから、カメラの性能を止めたやモデルが、特別にシンガポールで流通してて、なるほど、ねそれか。それを買って入隊するっていう。ありましたね。ねお話ありましたよね。はい、えー 木乃愛さんから白い変人は柚木ひかるって、また古い漫画家さんのお名前を出していただきました、はい、その前のツイートがあったんですよね、はい、白いマックは白い恋人っていう、はい、さんからああ、そうですね、ツイートがあって、それを受けてなんでしょうね。でも柚木ひかるさん、たくさん私、漫画読ましていただいて、まあ、自分で何冊も買いましたけど、はい、最近の作品ちょっと、ね、と僕、あの方は、ちょっと、あエッチな漫画なんで、はい、あそうそう、エッチな漫画は多かったですよ、ね。そういう 先入観があって、はい、あんまり子供の頃読まなかったですね。あ、そうですか、まああの。そんな好きやから読みましたよ。<laughs> は,いはいはい。すいません、はいえー。そしてもう3月いってしまいましょうか。3月、3月ね、3月はそれよりも多いんですよ。こんだけあるんですよ。もうこの画面に収まらないぐらい、そこのせいなあかんぐらいあるんですよ。はい えー、3月の中ではですね、アップルからのものでいくと、えー、と新しいアップル TV がね、えー、発表になっても発表というか、これ、しれっと出たんちゃうんかな。確かあの、なんか発表イベントがあって出たというよりは、なんかあの新しくなってましたという感じで出たと思うんですけども。はいえー、と,と言いながら、今、その当時の記事を読んだら、そうじゃなくて、アップルの発表イベントで、 新しい iPad の前座としてあ新しい a p p l e TV が A5 搭載で出てたって書いてましたからすすいいません思い違いです、ね、も僕もだいぶ忘れちゃってました、ね <laughs> はいえー、このインターフェースですね、はいえー、あの見た目一緒なんですよねボディはほとんどただ中が,、はい、が A5 になって、ね、インタ使用するインターフェースも随分変わりましたよ 1080p の、ね、HD も対応しましたよっていうことでしたね いやーアップル TV、今年は何かに話題、よく上がってると思います、つまり iPad とか iPad ミニが話題になるためびに、それとアップル TV を組み合わせて何かとかいう話がよく私、耳にしたので、はい、はい、でもうちに HDMI の機械、何もないので、でね、あれだけ買っても私、使えないので、<laughs> アダプタ感ためですけど、はいえー、あのそこで、はい、HDMI のテレビを買うっていうふうにはならないんですね。 な、えーうん、ならないです、はい、<laughs> すみません、だってね、あのー、もうかれこれ10年、10年、8年ぐらい前に買うたブラウン管テレビ安かったんですよね、それね。はい、買ったやつがまだ綺麗に使えるんで、はい、とりあえずこれの画面が焼けるかなんかするまで使おうと思ってるので、はい、すみませんいや、はい、いいと思います。いえいえはい 文、えー、文六二零三、こんばんは、初 Mac はポリカー白 MacBook です。最近ですね、と。うん、なんか、私からすると、なんか、すごく最近なんて気するんですけど、まあ、人によってはそうでもないと思いますけどね。はい、えー。思いますけども。あとはですね、2月、あ、ごめんなさい、3月。えー、と、iOS が5.1になって、で、Siri が日本語対応になったという、まあ、ちょっとこれソフトウェア的ではあるんですけど、まあ、iPhone がそれによって、 またあの、使えると売れたっていう話が、ね、ありましたね。はい,はい、はい。えー、ちょっとね、今日はニュースがいっぱいなんで、ちょっと一個一個こう整理していながら喋ってるので、ちょっとこうもたついてごめんなさいね。で、あのー、iPad そのもの、新しい iPad そのものが3月に発売開始になりました。3月の上旬やったと思うんですけども、はい、でアメリカではやっぱりあのスティーブ、あの、ウォズニックさん、はい、ね。 また、あの、行列に現れたっていうニュースも当時ありましたけども。はい。はい、そして、珍しく僕も震災橋の行列に現れたんですね。<laughs> そうね。えー、シークレットな並び方されたので、はい。わからなかったですけども。はい。はい、ちょっとオーラが出てなくて、山村さんに気づいてもらえなかったっていう。<laughs> なんかね、あの、松尾さん、松尾さんがやる、なんか登場ポーズみたいなの作ったらええね はいはい、でそれやってたら、あ変な人おるで、う <laughs> そそうそう,そう <laughs> いや、そのポーズやったら、あ松尾さんかなって分かってもらえるでしょ、なんか、それやったら、山村さん、<え>他人のふりしそうやなって、ちょっと思いましたね。<laughs> はいはい、でも、なんか、タレントさんはテレビでよくこの、なんか、決めポーズいうのを作ってよくやるじゃないですか。はいはい、ねそういうのをちょっと作っとくといいかもしれませんね。はい、ぐわし、あこれはタレントさん違うわ。<laughs> マ えー、あアップル TV を使う,使うためにテレビを買い替えました。いいですね。そんなん言うてみたいです。はい。えー、っと、それから、まあ、新 iPad 発表の後ですね、えーっと。日本の方ではアップルスターの銀座前に450人の行列が並んだという、さっきの、ね、松尾さん、震災場所の時同時にですけどね、ありましたけども。はい。えー、っと、それからですね、まあ、当時のでは、 あの私があの、えー、とこれユーストリームで配信してるんでユ、はいあのーストリームの話するんですけどユーストリームのコンテストというかアワードがあったんですよね大阪でねでその席にユーストリームアジアの中川社長がお越しになっててで、はい、ちょっとご挨拶させていただいてお話聞いてたらあの中川社長ご自身は当時まだあのアップルがまだ日本でダイナマックとか作ってたあの頃は キャノンの方の方お仕事されてたという実はあのダイナマック日本語の漢字ロム載せるマックですけどあれ作るのメンバーお名前連ねてたというえーえー、そうやったんですかって私インタビューして聞いてねあれすごい有名な話でしょ漢字ロム載せてダイナマックいうの作ってスティーブ・ジョブズまだ若い時の人でしたけど見せたらなんでこんなん作ったんやってえらい怒られたいう話があったじゃないですか。はいはい <laughs> であれずっと私、謎だったんですよ、あのなんでそれ、ジョブズが起こったのに、結局日本で販売できたんやろうと、はいね、ほんならあの、中川社長おっしゃるには、いや、まあ、ジョブズさん、確かにまあ会社の中でね、え、まあ、偉い立場だったけども、ちょっとやっぱりもう影響力、あの時点でだんだんなくなってきてたんだと、日本の販売に対してあまり強く言えなかったみたいで、キヤノンとしてはあれ、販売できたんですという、そういうお話をね聞かせていただきました。 えあれはね、本当、驚きだもんね、してたけどね。それから、まあ、すみません、あの1ビリな商品ばっかり、今日なんか、写真入れで紹介してるようでいけないかもしれないですけど、あの松尾さんとこれは欲しいなって言った商品が、3月、えー、リリースされてるんですけど、覚えてますかね、これ。えっ、ー、と、iPhone のマイク。はい,はい、はい。えー、何て言うんですか。これ、紹介しましたよね。えー、あの、君も今日から柳沢信吾というね。<laughs> <laughs> <laughs> わ分からないですか柳沢慎吾とこれが僕の中でちょっと結びつかないですそうですかあの、柳沢慎吾さんのネタで、あの刑事ドラマの無線の,あのこうこうかぶってしゃべるやつあるじゃないですか、あ,<ー>あれをやるでしょ、あの人、はいえー、このニュースの記事でも、えー、IT メディアだったんですけどあの柳、柳沢慎吾ちゃんのあれができる刑事ドラマ気分になれるっていう。 はいはい、無線機みたいななりきり無線 4iPhone という商品名で、ね、紹介されてました、はいえーまあ、あのアップルからはですから、まあ、先ほど言いましたような iPad の新しいモデル新しい iPad、ね、それから AppleTV が3月でしたそして4月4月も、ね、たくさんありましたよこんな感じでもう,もう一時出すのやめときますけど、はい、4月あの松尾さんも見に行ったというあのシャープ堺工場 あちらが、あのーえーと、上海でしたか、台湾でしたか、ホンハイグループという中国の,あの企業さんに共同運営になったというニュースがね、出ましたよね。それから、まあ、えー、っとですね、いっぱいあって、どれ言っといたらいいかなと思ったけど、はい、これがありましたね、ユーシスさんからこんなノートパソコンが出てましたよ、えー、4月ですけど これイオブックエアーですよあった <laughs> もうこれ実物この間行ったらまだ売ってはりましたけどねはいはいはい、はい、えー、ロゴが光る天板さりげなくおしゃれっていうね <laughs> すごいもうこれどこ,どこまで行ってもマクブックエアをこう意識しまくった、えー、これはイオシスファンにはたまらないですね <laughs> ねえ えーまあ、今でもだから多分売られてるんだと思うんですけどねはいありました OS 何が走ったんでしょうねこれ今ちょっと使用見ましょうか仕様は OS 書いてないなあ Windows7 ですわ 32bit 版が走るって書いてあます15、まあ、換機ということであれば、はい、いろんな OS が走るんでしょうけど、えーはい、プリインストールが7ですかねだと思いますねはい、えーはい、えー、っとですね ASO13-KYH さん、いまだに新しかった iPad ユーザー。いやいやいや、全然大丈夫ですよ。はい。はい、えー、木野さんは、ラセイのガチャコンマイク風。<laughs> 分からん、かる人しか分からへん。あの、あれですよ、こう、ガッて引っ掛けとくマイクのことやと思いますけど、ね。ああ<ー>、はい。ラセイっていうのは、ラジオの制作、ねあ。もう覚えていただきましたかそうです、そうです。そうです、ですね、<laughs> そうです。はい。えー、鈴木みちるさん、松尾さんのポーズというと、マリオジャンプでしょうか。 あなるほど。そうか、これからマリオジャンプしてくれたいね。<laughs> あれがねす、はいす、すぐ拡散されちゃいます、ね。<laughs> YouTube で。はい、拡散、拡散はやめてね。<笑><笑>また今日も言うとこ <laughs>、はい。はい。ええー、まあ4月、ほかにもですね、えー、これ写真がないので話だけですけど、MacBook Pro の新品を開けた時の匂いを香水にして開発してるっていうニュースここれこれあったでしょ、オーストラリアの会社さんで。はいね 欲しいそういう香水。<laughs> えっと、だから、ネタとしては面白いと思っていて、えーえー、僕も前、冗談で香水っていう形とは思ってなかったですけど、はい、この匂いするもんがあったら、幸せな気分になれるんちゃうかとかね、えー、<laughs> <ー>言ってたことありますけど。ありますよね。はい、えー。桑田さんは、たまらんちとは言いたくない商品ってさっきのね。はい、あ、イオシスの。えー、イオシス、ね。はの。はい。はい えーまあ、あとはあのー、結構ね、このぐらいこの、ずっと出てますけど、春に結構あの、iPad のキーボードラッシュが多かったんですね、<ー>ラッシュってあのカバーとキーボード兼ねたような商品、あれがね、毎週新しいのなんか出てたんですね、は <laughs>、えー、はいいグーグルがあのプロジェクトグラスっていうのを覚えてありますかね、<laughs> AR メガネとかいうと。う 最初にこれ、発表したのが、速報としてニュースが駆け巡ったのも、この4月でしたね、はいはい、こういうのでしたね、そして夜報ですね、今日は30分始まりなんで、うそうですね、ちょっと早めに夜報が来ちゃいましたね、ちょっとたまらんちな映画が今出てますけど、お姉さんに注目するんじゃなくて、眼鏡の方に注目してくださいね、はい、あのプロジェクトグラスっていうのは、この当時グラス、でこれ、確かグーグルがイベントであの、イベントに来た人を優先に予約取らせてあげるよみたいなことを多分言ったんだと思うんですけどね。 実物は2013年からでしたっけ年内はまだ無理ですね、確かね。はい,はいはい。ね、出てくるって話です。さすが、グーグル、はい、なかなかええ女を連れていや。な、えー、それからあの、エレコムさんに用意するわけじゃないですけど、私、これあの、なかなかすごいなと思ったのは、エレコムさんが、ブルートゥースキーボードとあの iPhone のカバー一緒になったやつ出してたでしょ、知ってます はいはいはい。えー、ありました。ね、ちょっとね、今写真出なかったんでごめんなさい、ちょっと出せないんですけど、あの、iPhone として通話しながら、あの、こうしたら、あの、キーボードになるという。はい。あおての商品もね、あの後は結構出てたように思いますね。はい。えー、で、5月。5月は、えっ、ー、と、あれですね。Apple 系はなかったと思いますが、えっ、ー、と、インクカードにインクカード問題はないね。 ジョットペンにね、ボールペン付きモデルが出ましたで、え <laughs> らいまた地味なニュースが飛ん <laughs> でまでも、便利かもしれないですね。ジョットペンって何か分かってますよね、あのタブレット用の、ね、ペンがね。はいはい、これ、売れてるんですよ。タッチパネル用のやつで、先端にこう、はい、丸いのがついてるやつですよね、透明の。えーえー、これね、まあ、ジョットペンはじめ、いろんなモデルが今、国内でも流通してて、すごい売れてますね。 結構な3000、4000するようなモデルも結構あるんですけど、はいえー、ボールペン付きが出てたっていうそういういニュースもありました、はいえー、それから5月ニュース的にはこれ結構あの面白くて話題にしたんですけど物理破壊付きボタン,え物理破壊ボタン付き軍用 SSD ってあったの覚えてますあ？ありましたありましたデモで女の人がなんかハードディスク、ね、分解しようとすると あのバーッと煙出てきたいうのがあった覚えてますでしょうかねえ分解しようとしてましたっけあのそのそ破,破壊用ボタンやごめんなさい分かりやすく壊れたっていう感じだったような気がするんですけどあり、ね、ましたよね、はい、そうそうこの頃あのめっちゃ頑丈なケースの話もしてましたねはいはいはい、ねはい、えっ、ーはいえー、とタバコの箱でやりますと舞い えー、マイヤ・ゴーランドさん、あタバコの箱ってあれですね、さっきの無線ね、警察無線ねあのタバコの箱にセロハンかぶってるでしょ、はい、あのセロハンを口に押し当てて、あのこちらの本のこちらの本のっていうのをやるんですよ。<laughs> <laughs> はい <laughs>、はいえー、ブランマルさんはさっきの,あの匂いの件で、どんな匂いなんだろう、新品のにあい、あ<ー>新品の箱の匂いをご存じないんですね。あ<ー>はい、はい なかなか栄養しがたいですけど、えーえー、あの匂いですね。やそれ <laughs> はい、えー。それから、あのー、あれですね。エ s ス s スっていう名前に解明しましょう、解明しますよっていうたも大体4月でしたね。ああ、はいはいはい,、はいえー、はい。結構ね、もうちょっと最近かなと思っだけど、4月ぐらいからやったんですね。はいえー、あ、4月、5月ですかね。6月に行きます。 えーっとですね、これがなんかね、ちょっと今日、ネタもんばかり紹介してないかっていう感じですけど、でもちょっと真面目なも言いくと、これがありましたね。よいしょ、リンクが出てくれるかな。えー、松尾さん、もう私は忘れないですよ。はい。あの、Mac Mini を買うと言いながら、実は MacBookPro を買ったというね、<laughs> はい、MacBookPro レティナモデル、はい、えー、6月。 発表でしたけども、はい、発表というか実際リリースでしたけども、でもこれ、ね、分解写真、あのテッランチとかにも紹介されてましたが、これ6月ごめんなさい6月にもう発売始まってたけど、注文したのは7月だったんですか？えっと確かそうでした。はいはいはい。で、はい、えー、佐竹さんもタイムラインからありがとうございます。こんばんはですね。はい、6月新しいあの MacBook Pro Retina 仕 出て,きましてで、えー、っと、この頃ですね、見づらいシーンを見やすくする最新モニターっていうのはね、7王から出してたんですね。なんと、地味なモザイクが消えたみたいな、そういうんじゃないですか、ね。じゃないんですよ。はい、えっとね、7、え、王、ー、が開発した、暗部視認性向上技術、スマートインサイトというね、<laughs> 技術で。 あの人が見づらいところを自動で特定して、そこのピクセルごとに明暗調整をするというね、はい、すごい仕様なんですけど、これ、アップルが発表したらすごいって言ってもらえるんやろうな、きっとっていう気がするんですけど、じゃあ、菜々さんは七尾さんで、すごいんですけどね。まあ、あのーなんうか動画、映画なんかでも、あの古い作品とかやったら、照明がやっぱりちゃんと当時は当てずに撮ってて、暗部がその暗いんですよね、絵が潰れてしまってて。 わかんないんですよね。はいはい、で、そういう作品の時でも、まあ、ちょっとでもそのデータとして取り戻せるものがあれば、そういう調整してくれるっていうことなんだと思うんですけど、はいはいはい。はいはいえー、それから新型マエアマークエクスプレスも、あのー、7月に登場してますね、はいあ、6月に登場してますね、はい。えー、それからマイクロソフトさんが、サーフェイスっていう、今、ほら、タブレットありますでしょ、はい。あれ、以前は、でっかいテーブルみたいなのがあれがサーフェイスだったじゃないですか。 だから、この6月からあのでかいホーノンはピクセルセンスって名前に変えますよというニュースが当時ありました、はいえー、それからこれ、松尾さんも上先生も確か買われたと思うんですが iPad の頑丈に防水してくれるアイメリコートという商品あこれは、ね、ですね、はいえー、AUGM 長崎に行った時に。はに、い。はい い、えー、いただいただんですよサンプルというか売り物だったと思いますけどはいはいえー、オザイリックスというアプリケーションのね紹介と一緒にこの記事で紹介されてましたけども、はい、あの私も実際の袋を触らせてもらいましたけど非常に薄いものでえこの薄さで大丈夫なんっていう感じをしましたけど実際ちゃんといけてるんですよねええー えとマサキンチュさんから iPhone ケースでステレオスピーカー付き出ないかねというあったん違うかないないんですかねなんかこんだけいっぱい出てると出てそうな気もするんですがはい、はい、なかったですかね、はい、あっても良さそうね、はい、なおそらくそのケースっていうジャンルに入るぐらいなんで、はい、そのでっかいやつで高出力っていうよりはちっちゃめのスピーカー で、一応ステレオっていうやつですよね、はい、きっと。そういうのあってもいい気がしますね。えれ、はい、から、アップル純正品としては、6月に、えー、とこういうものが出てます。あのー、背面と一体型のスマートカバーね。iPad のスマートカバーですけども。ええー、まあ、純正以外では多分出てたんかもしれないですけども、まあ、4400円というお値段で登場してました。 えと松尾さんは iPad は何かカバーつけてるんでしたっけあのお風呂の蓋た状のやつああ、そうですね、あのえー、そさっきのメディコートを使うこともありますけど、はい、あの防水 iPad ケースというのがありますのそっかそっか、そっちなんですね、それを使うことがあります。ブラウンマウンさんからは、Mac、はい、に USB3.0 が初めて搭載されたのも6月ですあだからさっきの Pro レティナーうよ、ね、あのモデルから USB3 という発表の時に MacBook Pro だけでしたっけ、はい、もしかして他の機種もなかあったかもですけどだからハードウェアとして一番最初に済んだんはというのがなりますね,ね USB3、ねね、USB の点0の、ね、時代ですけどどんどん取り残されていってますね私。ま <laughs> <laughs> まあまあそこは、はい はい、自分の目的に合えば使えばいいと思いますけどね。7月に入ってからも、MacBookRetina、プロ Retina の話はいっぱいまだまだあの話題巻いを読んでて、あのはい、例のファンのね、えー、ピッチが可変になってて、可変って言うったらおかしいけどあの、等間隔のピッチになってなくて、その騒音を消す仕組みになってるとか。 いろんな周波数にこうノイズを散らすという、はい、結果、ね、目立ちに入ているというはい、はい、の、ねはい、ありましたね、えー、そしてもう皆さんねひょっとしたら記憶にかなり薄くなっているかもしれないですけども7月にこういうハードウェアがあったのを覚えてますでしょうかえー、っとね、はい、テッククランチにあった記事なんですけどもグ、えーグルが初のアンドロイドアットマークホーム製品 n e x ス s ネクサス Q という、ね、このボール型のメディアストリーミングの機械出したの覚えてますでしょうか。はいうん、これ、このあとあの GoogleIO のカンファレンスで確か発表されたんだと思うんですけどでこれ、ボール型になってるんですけどボール正確なボールではなくて底面があのスパーンとこう面取りしたようになってて。 いコロコロかないようになってるんですけどね。<ー>で、ここにいろんな、まあ、HDMI とかいろんなケーブル挿して、まあ、いやまあるいは Apple TV みたいなことができるというようなものだったんですけど、これ、この7月はもう話、上ってこないんですよ、これ。どうなったんやろうと思うんですけど。はいえー、いああ、一般に発売してるかどうかも、ちょっと分かんないす、ね。これはね、脱水打ってただけでね、発売してた、してはなかったんじゃないかなと思うんですが、ちょっと今日、追い切れてなくて、ごめんなさいはい。 えー、テクノさんがエア、エア、プロ、プロって松尾さんが言ってたなと。<laughs> ああ、そうか、そうか、あ,<ー>あれですね、はい。MacBook Air が2台あって、MacBook Pro が2台並んでてっていう、そういう話でしたっけ、はい、そう最初、そのエア、エア、プロ、プロの4台があって、はい、さらにレティナっていう、ええ、そんなんでしたっけ,でしたっけね、はいえー。ウィンディさん、今のうちに USB3 で、ね、接続のハードディスクは買っておかないとと。と いやまあ多分大丈夫じゃないですか、またこれからも売られると思いますが、んこんなこないでしょうか。えー、これ、なんか事情あるんですかね、はい、ハードディスク値上がりしそうとか、なんかあるんですか、はい、あどうでしょう、はい、たまたまですけど、この間、USB3 って、ねはい、ゼロのハードディスク買いましたけどね、あそうなんですか、どうですそこでデータ映ります、映えーとですね、えー、もう、USB3.0 はついてるんだけど、はい、あのー、まあ、 最安クラスだったんですよ。はい、あのケースの中にハードディスクがあるっていうタイプの外付けなんですけど、それにしては早いなと。はい、だから USB3.0 のスピードを活かしてるっていうよりは、はい、こう安い割には中に入ってるハードディスクがそこそこ早いなっていう、はい、そういう感じでした。いい買い物な容量,容量どれぐらいのものですか 容量,容,量あ容量は2テラ,です,、ね、2テラですか。もうね、この間びっくりしましたよ、テレビ用の外付けハードディスク、はい、6, 6テラがあるんですよ、今6テラうん、<laughs> そうですか、バッファとかどこかやってるのじゃなくて、例のか。あのー、要は一つの筐体に入ってる商品なんですよ。 ただ中がレインドになってるかどうか前でちゃんと見てないんですけど、バッファローさんやったと思うんですけど、はい、6テラバイトがあって、わあこんなんあんねや今、今と思って見てたんですけど、どんどん容量ね、普通に大きくなっていきますよね、隠岐、はいえー、の星は <laughs> あの、ね、1テラ去年の暮れ買ったんですよ、ね、勝ったんですよ、あ今年は出からかな、1テラ外付けに勝ったんですよ、もういっぱいなってますもんね、今、<laughs> 全然なんでこんないっぱいなるんやろうって思うぐらい。う でまあ僕もま,あまずやっぱり一番早いのはえあの内蔵の SSD なので前も言いましたけどそこを開けるべくえ外付けに逃がすと人力フュージョンドライブをやっているという状態ですね大江、はいはいえー、先生はネクサス Q はキャンセルになってますという情報をだきましたあありがとうございます あじゃあ、結局、製品化は完全な販売のものにはならなかったということですかその続きで、ただ Go I、GoogleIo でデベロッパーには配布されたはずというお話、ねはい。じゃあ、配布のぐらいは作ってたんですね。すねはい。えー、さんが、松尾さんが北海道に行ったのも今年でしたっけ <laughs> 今年バそうです、ね。バリバリ今年ですよね、はいあの。あれですよ。え,ー、えっと、新しかった iPad を3月に買って、その足で、 北海道どんだけもうリア充やねんとか言ってそうそうなんけ <laughs> いいなーってもね新しいハードウェア買って旅行も行ってってまあそれはたまた,だった,んですあのたまたま出発の日で金曜日会社休んでたこともあって行列に並ぶことができたんですよね。うんね 一方、その頃私はあの、はい、アップルスア前でカメラかまれてじっとして、寒ーって言い <laughs> ってまああれ、でも、はい、3月とはいえ朝あ、寒かったですね、っっあの日。っとやっぱり4月並んでもちょっとね、はい、並ぶので、やっぱりきついとは思うんですけども。はい、真夜中よりも朝6時。 6時、7時ぐらいが僕一番寒さ答えましたね。そうですか。体がもう芯から冷え切ったっていう。そんな、3月でそんな言ってたらダメですよ。このラッキーバックをガッタンした大変で,、ね、ですよ。はい。山村さんの健康を僕が誰よりもこう願ってますからね。はい。えーっと、それから他にも、クワタンさんからたまランチ動画がたくさんある方、と愛知デラーいっぱいになってるのね。はい。そんなことはないですよ。はい。 えーとですね、俺先生が事前予約者にだけを販売したようですと、あさっきのネクサス級ですね。はいはい、なんか、なんかそういうグーグルさんってそういうのはありますね、限定でハードちょっとこう配ったり売ったりとかね、ありますけど、はいえー、と7月、ハードウェアと言っていいのかどうか分からないですけどあの、ソフトバンクはプラチナバンド運用開始でした、あのまあ、電波だからハードウェアと言っていいのかどうか分からないけど、はいで、それからソニーがカセットテープの新製品を発売という。 あのくしくもねソニーがあの、まあ、ポッドキャストのでもちょっと触れてますけど、来年1月でカセットテープレコーダーはもう販売終了ですという話がニュースがこの間、耳に入ってきたんですけど、7月にはカセットテープの自然品を発売、発表してるんですよね。なんか変な感じなんですけど、レコーダーはみんな持ってるけど、テープの需要はまだある、そういうことなんでしょうか。ははい、ははいはいはい、はい、えーあ であの7月に松尾さんがこのニュースでえらい喜んではった覚えてますわあの iPad 版のモノポリが、えー、iPad と組み合わせたボードゲームと iPad を組み合わせたスタイルのやつが出てきてありましたね,ねありましたよ、えー、っとし写真だけちょっとなんとか今入れようとしてます、えー、っとこれですね、はい、あのボードの上の真ん中に iPad を置いて、ま、iPad ミニが出る前ですけどこれなんか写真で見たら妙に iPad ミニに見えるんやけど 違うのかな中央に置いて、ああ、これあれでしょう。<え>あの、アメリカ人は、はい、アメリカ人かどうかわからないですけど、はい、白人は体がでかいっていう、そういうことじゃないですか。<laughs> そ, <れ S 1> <laughs> そうかなそんなことある<ん> <laughs> いや、まあまあわかりませんけど、あの、まあ、いいこいいっていうか、あの最初 iPad みたいな出る頃から言われてたことでありますよね、ボードゲームとこういうの組み合わせると面白いのもできるだろうってね、言っはい、はい、てきましたけど、はい。 江、えーはいえー、先生は来年は誰かラッキーバッグに並んでくれるかなと、はい、アップルサー新菜箸に並ぶ方、江先生が言ってますよ、はいはい、私はあのあ<の>並ぶんじゃなくて取材行く側なんで、はい、ごめんなさいねちょいちょいおられるんですよね、並ぶのは好きなんだけど、ラッキーバッグ。 は買わないいとかうそういう方が大、はい、井先生分のラッキーバッグをゲットすると、非常にありがたいということですね。小ネタですけど、7月は MacBookPro の角にやすりがけする話がありました、ね、あの手のひら、角に当たって痛いからって、そこをやすりがけ、面取りした人の話とか、それから iPad のプロトタイプ写真が、アップル、Apple、サムスンの裁判の関係で出てきて、 あの最初はこんなモデルがあのプロトタイプでありましたみたいな話も、はい、あれも7月でしたね、はい、でっと8月8月が一番その話題としては出にくいんですよアップルもそんなに商品販売せえへんしあのパッとしたものは出ないんですけどでも世界的に注目されるニュースの中にあの我々がよく知るプロセッサーが登場している話がこの8月にあった覚えてますでしょうか、えーっと <と>ああ、あれですね。はい、<laughs> あれですねと、えー、NASA の火星探査機、キュリオシティには初代 iMacG3 と同じ CPU が搭載されているという、まああのい、全くイコールではないんですけども、PowerPCG3、えー、IBM の PowerPC750、えーえー、これを強化したチップ,あのプロセッサーがあのキュリオシティには搭載されてたというニュースだったんですね。 あのときはね、だから iMac でそれ、<laughs> あの火星いけるんかみたいな、勝手なの想像してたけど、そうじゃないやろみたいな話を言ってたと思うんですが、はいえー、あの時ちょうどあのロンドンオリンピックが今年ありましたでしょ、はい、で夏って結構、まだオリンピックの話、すごくこうなんか話題が多くて、はいはい、この火星探査の話、ちょっとかすんだ感じはあったんですよね、あ<ー>世間一般的に、そんな気しません ああそうかもしれませんけど、ええ、僕がそもそもあんまりテレビを見てないので <laughs> <か>っていうのはありますね。オリンピックの開会式と閉会式は見たという。えっ、ー、と、小籔先生がさっきのモノポリの件、そのモノポリやったか、北京空港で売ってた。<laughs> 売っ,てなかったんですねはい えーとそれから、あマダム淳子さんが私の分もと、はいあの、なんですかあの、ラッキーバック行列あの、相乗り作戦の話題が上がってますけども、はいはいえー、とマダム淳子さんはこう大阪旅行に来たりはしないですかね、はい、あるいは福岡かという。はい、はいはいはい えー、プロヒデさんから先の柳沢信号のネタの動画の <laughs> リンクを貼ってくださってます、はい、それから8月に地味ですけどすごく大私は大事かなと思ったんですけどこういう商品のニュースがあります、えー、バッファローから爪が絶対折れないランケーブルを発売というニュースが出ていて爪の素材が違うんですよね硬いプラスチックじゃなくてあのちょっと柔らかめのビニールあビニールって言っていいのかな,なんかそういうい ポリウレタンみたたいいいでで作っよようなな素材んすははだから何回こう押したりやったり引っ張ったりとか反対側曲げてもちゃんと戻るんですね。はい、素晴らしい、えーあのー。地味ですけどこれと一緒に今あの USB をどっち向きでもさせるタイプのケーブルあの知ってますはいはいはい。たまにあるじゃないですか裏向けに入れようとして入らへんいうのね。 あれがどっち向けてもちゃんと入るっていう USB ケーブル今あるんですけど、今年地味ですけど、こういうそのデバイスのケーブルとかちょっとずつ工夫がね、されてて、まあ、ライトニングケーブルなんかもそうですけどね、あのはい、反対向きに入るとかありますけど、徐々に市場はそういう風に向かっていると思います。はいえー、あ孤独さん、PC9801 の未開封オークションじゃなかったと。ああ、そんな話ありましたね。ありましたね。あれ、夏でしたっけ私、そうそう、なんかニュース、ニュースが自分で見つけられたのかな なんかでオークションで、ね、あの出てるの見て、こんな絶対値段上がり、あれ最終な何ぼで落ちたか覚忘れましたけど、あね、意外に安かった。山間さん、うん、確認してまし,よ、ね、ま,ました見ました、見ました、私、絶対20万ぐらいいくと思ってたんですよ。そしたら、6万8000ぐらいで落ちてたんですよ。あ<ー>6万8000もっといっぱい欲しい人いたんちゃうんかなと思うんですけどね。はいえー、それから水で洗い,洗いできるキーボードなんていうのも、この時発表になってますね。 さあ、えっ、ー、と、秋になって、9月になると、えー、いろいろまた出てきまして、あの、ほら、アップルが9月にイベントやりましたでしょはい,はいはい。あの、ちょっと名前出てけへんねんけど、あの、えー、美術館かなんかやったと思いますけど、で、あの場で、グケンハイム美術館でしたっけですかね、はい。で、あの場で、そっちじゃなくてグンハイム、うん、忘れちゃったらちょっとね、はい、ちょっと,ち,ょっとちゃんと覚えてないんだけど、はい、あそこの場で、まあ、ああの、 オーディオのいろんな商品も含めて発表みたいな噂が出てて、はい、で、出てきたのは iPod Touch、iPod Nano、それから iPhone 5の発表やったと思うんですけど、ちゃうかったっけ ?iPhone5 はい、iPhone5 iPhone だけで発表してんいっだっけいや違う違う、違う、iPhone5 も発表あったんや、せやせやせや。ねえ、えっ、ー、と、 で9月にだからもう iPhone5 祭りが始まったんですよ。私だけが iPhone5 に変える言うてね、機種変行ったりとかいろいろしてた。あれも9月でした。はいはい、えー、っとね、アマゾンあアマゾンでこの9月からキンドルのシリーズの発表をしてるんですよね。キンドル FireHD やとかね。まあ、あの年末商戦に向けてもうこの頃からアップル、あの Kindle kind の方もね、着々といろんな発表をやってましたけど、もう今のアマゾンから Kindle どうですかというメール、毎日来る、ね、<laughs> あ、そうです、ね、<laughs> あのおすすめ商品で。楽品はやっぱり、工房推しですね、はい。さあ、来ます、来ます、それも来ます。<laughs> ねはい。ええー、それから、あれですね。番組的には、もう面白いと思ったけど、結構真面目に捉えて、あの見,見る方もいたという。 iPhone に便利なルーペというのが発表されましたね。あははなんか、ぱっと見 OHP のプロジェクターみたいな感じに見えるんですけど、そうじゃなくて、iPhone のズーム機能を使わなくても、このルーペ越しに画面を大きくして見ることができますよという、はい、そういう商品ですね。使わないときは裏へ回せるという。はい、これ、サンコーレアモのさんで売ってたと思うんですが、お値段が1260円でしたね。はいはいはい。 この子もなかなかかわいいな。<laughs> え、今、え、小学生やったと思いますけど、今。え、え、う<ょ>嘘でしょ。いや,ね、いや、ほんまに、はい、まあでも、興味、はい、小学生もわかんないですよね。<laughs> 大人みたいな子もいますからね。はい。えー、あ、えー、シーリングフォードさんから先ほど爪の折れないランケーブル、会社用で買いましたと。はい。えー、はい、まあそのちょっと前には、はい。愛の美奈子さんですか。バッファローのそのランケーブルの爪折れましたよという。そう。はいはい <laughs> どんなことしたんやどんなことしたんやろもっと知られてもいい話じゃないか、ね。<laughs> かもしれないですね。絶対ってことはなかなか、絶対ってなかなか難しいですよね。ねはいえー、USB がパソコンの背面にあるぞ、イラつくねえと。あ、マスケンジュさん。ああ<ー>。刺したいと。うん。まあ、でも<そ>。そういうう。い場合にもこう、えー どっ,ちでどっち向きでも刺さるやつだとちょっと嬉しいですかねはい、はい、先生からさっきのあのズ、えームレンズ付きの部分あれあ<の>初学それを言うなら初画カメラというふうにもいただきました山本さん <laughs> 今何て言ったんでしたっけえっ何て言った私初画カメラとか言えへんだからルーペん初画カメラ初画カメラみたいのをなんか別の言い方で,で、ねはい、ああの OHP のプロジェクター 覚えてないです<お> <laughs> OHP を使うプロジェクター、それはショガカメラと呼ぶんですよというお話だったんですね、すみません、すみません。はいえーまあ、9月もいろいろありましたが、えー、と10月、えー、iPhone5 祭りでも、ニュースが、ね、もうほとんど iPhone5 ばっかりやったんですが、えー、とー正式にエイススから名前がもうエ,エイススに統一ですよという話もこの時に。 また新しいエーススの歌がまた流れてたんですよね。<laughs> 何回もエーススの歌作るんやなと思ってましたけど。はい、iPad mini も発表でしたね。はいえー、私的にはあのー、これを紹介したけど、あまりこう番組的には受けなかった商品がありますけど、えー、覚えてますでしょうか。あのー、これですね iOS、Android 端末で直接 DVD が見られる Wi-Fi 搭載 D D ドライブありました、はい、<laughs> これ、いるかって結構言われたんですけど、私、えでも自分で買ってないですけどね、こんなんあったらええんちゃうかなと思ったんですけど、はいはい。こういう話もありました。はい、えっ、ー、と、Wi-Fi で飛ばすものって、なんかこの最近も結構 SD カード入れたりとか、そういうのも結構増えましたよね。はいはい。はい でアップルからの話でいきますと新商品ばっかりの話ではなくて、えー、iMac の中のハードディスクの交換のニュースもありましたね。えー、とアップルのサポートのページで iMac1TB シーゲートハードドライブ交換プログラムというもので2009年10月から2011年4月の間に販売された21.5および27インチの iMac の、えー、中でシーゲートのハードディスクを積んでいるモデルはあのアップルが無料でハードディスクを交換しますよというこれ今でも続いています。 えー、アップルの方に連絡すると引き取り、それから送り返しをしてくれるということなんですねあこのニュースの当時、はい、ちょっと見過ごしてましたけど、もしかしてうちの実家の iMac が該当するかも、はい、ちょっと今度、正月帰ったら確認しよう、はい、シリアル入れたらすぐ分かりますよあそうですね、えー、シリアルをちょっと控えてないんですけど、はい、親にこう読み上げさせるのも、ちょっと酷な気が。はい、はい <laughs> はい、上先生から人に勧めるなら買いなさいとす,すみません、はい、買えません、えーえーはい、それから、あのー、このこ頃ですと、まあ、iPodTouch と iPodNano が出てきたという割には品薄でね、Nano はまだそうでもないですけど、Touch の実物、なかなか見ることできなかったんですよね、<ー>発売になって、今も潤沢にはありますけど、この10月頃は全然なくって。 ないななないいいっていのは覚えてますね、はいえー、それから iPhone5 だけで言いますと、iPhone5 で撮影したら上が、画像の上の方にちょっと紫色の光が映るという話あ,あれ、結局解決はなくて、はいあの、もうそういうのは普通カメラでも起きるんでいう話でい山村さん、どうですか、iPhone5 で写真撮ってて気になることありますか、はい えー、ないことはないですけど、おおむね満足してます、いやいや、あのーはい、実際に使ってらっしゃる方のご意見が聞きたいなと思いまそれで言うと、ビデオ、動画の撮影は iPhone4 から iPhone、まあ、4S は持ってないんで、4を使ってたか立場で、5、3だったら、やっぱり、ものすごく早いので、助かってます。 あいいですねあの動画撮影して、まあ、もう一回止めて、もう一回、あこれも撮らないってやったときに、普通はちょっとす,すぐに撮れないんですけど、あります、結構またされるんですけど、iPhone 5それないんですよ、もう次止めて、あ次これもこれも撮ってというすぐできるので、それ、結構いいなと思いますね、はい、いやー、またちょっと乗り換える理由が一つ増えてしまいましたはい <laughs> <laughs>、はい、ぜひ言っていてください。はい えー、それから、まあ、森先生が10月にはネクサスセブ7を、ね、ゲットされて、まあ、そういったお話をポッドキャストの方では取り上げたことがありました、はいえー、そして11月やっと1時間近くかけてきてやっと11月まで来れましたよ新型 iMac の詳細がそろそろあの伝わってきて中がハイブリッドディスクですよとかねあのイベントがあったからもなんですけど、はい えー、そういった話が結構11月はありました。で、その中で11月の中で松尾さんとこれは欲しいか欲しくないかみたいな話をした商品としては、えー、これがありましたね、えー。70台を同時に充電できる、あ、70台充電できるポータブル電源、すごいバッテリーっていうのね、ありましたね。同時じゃないでしょうね、これ多分ね。あの70台ずっとこう,こう 取り替え取り替えしていって充電できますよっていう。はいはい、これいいのがね、USB の口ついてるんですよ。はい、ねだから USB で充電するようなの、そのままいけるというね。そうですね,ねお値段がね、確か、ね、9000円ぐらいっていう入ってるんで、なかなかあの。そんな安かったでしたっけうん、あの、とからすごいバッテリーなんか。えー、えっとね、あれちょっと待ってくださいね、それモバイルの方がそうなのかな ちょっと今見てますけどね。あ、ごめんなさいごめんなさい。今写真で出てるこれは3万円台なんですよ。あですよね。ごめんなさいね。で、これのモバイル版がこの後出る予定で、それは9000円ぐらいですよって書いてるんですね。はい、はいはいはい。そのモバイル版の性能もちょっと気になるところですね。すね。えー、これ確か AC100 がいて、 じゃなくてあの、シラライターソケットの、そう,そうそうそう、それがあるので、あのアダプターか,かませば AC でないと、互換機械もつなげられますよっていう、そういう話話しでした、ね、はいはい、あのはい、しえっ、ー、と、12ボルトから、はい、100ボルト AC に変換するやつをかませばっていうことですよね、はいはい、そうなんですね。はい、えっ、ー、と、ゴンドさんからは iPodTouch 入手に1か月、一月以上かかりました。 ああ、でもなんかそういうお話聞きましたよ。番組にコメントいただく方もね、なかなかこうゲットできなかったいうお話、よく伺われてたんで。はいはいはい,あ、ねいや。あの薄さはやっぱ欲しくなりますよね。私も iPhone5 行けへんかったら、iPod Touch なんとか捻出しお買い捻出して買,買ったかもしれないですけど。はいはい。はい えー、それで iPad mini の、ねえー、発売というのもありましたもう11月10月11月は本当はやっぱり話題的には iPad mini の方が大きくってでそれ後をこう追うような感じで MacBook Pro あごめんなさい新しい iMac の話がっていう感じだったように思います。この頃他にも珍しいようなものはないかな。 特にないですねはいい特にないこともないけど、はい、そしてもう最後いっちゃいましょう12月もう12月はまだ今日でここの回そんなニュースないんですけどエル、えー、コムからイーサタから変換するサンダーボルトの変換ハブとかね出てますとかそんな話があったぐらいでしたけど ざっとちょっと駆け足でこの1年間、ハードウェア面でアップル製品とかちょっと見たんですけど、はい、あのちょっと私のニュースのこうピックアップの仕方も偏りがあるので、皆さんからすると、それは足りてないというご意見、多分あると思うんですが、はい、えそれでも何ですか、2011年、去年に比べては2012年はあまり製品ラッシュではなかっただろうなと思うんですね。 11年のほうは、まあ、ジョブズさん、途中でもなくないなということも印象づいたのかもしれないですけどすごくそのアップルが世の中から注目されたせいもあってなんかリリースの度合いも多かったような気がするんですが、えー、2012年ちょっとあの地,味め地味だったかなという、ね、そんな印象もありますね。はいはいはい まあ、あのサンダーボル個人的にはサンダーボルトのケーブル、サンダーボルトちゃう、ライトニングケーブルや、ライトニングケーブルがなかなか入手できないっていう、あれが結構私の中では事件だったんですけど。ああ、ありましたね。i e 5を手にし入手して、今度充電するケーブルの予備が手に入れへんって、ごつい怖いじゃないですか。充電できへんからどうしようとか思ってね <laughs>、はい。まあ、そんな思ったんですけど。はい、えー、っと、 ツンタさんからはリンクがいただきまして、これもええですよということで、アスヒストアさんのなどんなリンクなのかな、これは。えー、っと、それはブラクラとかじゃない、ね、いや、違います。タブレット、ね、スマホにつながる、ワイヤレスカードリーダーというね、そうそう、これ最近多いんですよね。ちょっと今、これ、リンク入れられへんかな。 リンクもしよろしかったらすみません、あのタイイムラインでゴンタさんのタイムラインを追いかけてください、<laughs> えー、ちょっと今、私がタイムラインをこっちコピペできないので、今、別の,の iPhone でそのリンクを見てるものですから、はいえー、バッテリー駆動可能なポータブル w i f i メディアリーダーというね、あ<ー>最近、コンでのもの多いですね、SD カードとかちょっと入れといて、w i f i でそれをすぐ共有するという商品ね、はいはいは僕は、できるのは知ってたんですけど、初めて。 マックのロジックプロからですね、はい、そのミリデータを w i f i で iPad に飛ばすっていうのを見、はい、たんですけど、できましたなかなかあの、はい、簡単にできてよかったですね。うすねはい、こういう仕組みを OS 標準で入れてるアップルがなかなかすごいなと思いますけど。<laughs> はい、えー、っとですね、それから、はい、中本さん、中本さんから。 iPod タッチは下取り出すかどうか迷ってて、なんだかタイミング逃した感じですああまあその時はもうやっぱり手元に置いて、可愛がってあげるのがいいんじゃないでしょうかそうですね、<laughs> はい。はい、あの最近だとね、はい、あの符、ー、号、えー、ブックでしたっけ、あ,あ iPad2 枚こう並べるやつね、iPad2 枚並べて活用するアプリなんかも出てますので、はい。<laughs> はい <laughs> えー、そのうち三面鏡タイプとかそこまでいかないですかいいですね <laughs>、はい、えっ、ー、となんですかえっ、ー、とですねブランマルさんもアップルのもうちょっと紹介したいものがある発表会の結果に全然もうちょっとじゃないやんというぐらいの大量発表にどぎもを抜かれましたねというああ<ー>はいあのあの日ですねえっと iPod タッチがたくさん出た時のことをおっしゃったんでしょうかはい、はい ねえーまあ、そういう風うに、まあ、あご紹介してまいりました、あハミパパさんからも言ってありまして、auiPadminiLT 版は発売当日に au ショップで予約したら、たった1週間足らずで入荷したとの連絡が家にあって、えー、奥さんから言われて、黙って買おうとしたのがバレてしまったという、よ <laughs> うあ,あるパターンですね、これね。はははい、はいい えー、余裕で入手できるかと思ったのですが、品切のために入手できません。メオバンク SD。あ、えー、さっきの話題と似たような商品で、前、ポッドキャストで取り上げたメオバンクというね、SD カード入れて、ルーターで共有できるっていう、あれですね。はい。私ね、その、この前思ったんですよ。前から思ってることでもあるんですけど、電車で朝ね、誰かが、なんかあの、Wi-Fi で共有をかけたらええんちゃんと思ってて。<laughs> <laughs> いやみ,みんな同じものを見てるんやったらうそ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 う,そうでなんか例えば私なんかはポッドキャストやけどブログとか作ってる人が自分のデータ SD カードに入れてで同じ電車乗り合わせた人だけ読めるコンテンツを電車の中でポケットの中でこっそりこう w i f i 立ててみんな顔は知らんけどこの車両乗ったらそのブログ読めるとか <laughs> <laughs> どうやろうかと思って。 なんかそんなんあったら面白いなと思って、うん、な,な,な,んかなんか面白い気がします電車っていう狭い空間やからできると思うんですよ学校中とか、ね、会社中ってそんなん全然無理じゃないですかそれをどうやろうと思ったんですけど、はいえー、なんかねそれに近い小説昔 SF で読んだからそれちょっと思っただけなんですけどね、はい えーまあ、あの中ほどではありますが、中ほどというか、もう1時間も経ってしまいましたけども、ちょっと最近、えー、と見つけたアプリ、1個紹介したいんですけども、はいあの、前にね、覚えてます、iPhone の画面がカセットテープになるやつあったでしょ、あれ紹介したでしょ、はい、あれとは違うんだけど、よく似たアプリがあったんで、ちょっとそれ紹介します、うんはい、えっ、ー、と、デリテープというアプリなんですけども、ねうんはい。 これちょっと自分で実演している動画なんですがカセットテープの画面出てますね。でこれ今、何再生してるかというとインターネットラジオ再生してるんです。でその選曲はあのカセットテープの,あのスピンドル軸の部分をタッチするとあの選曲を変えれるんですね。ねはい、はい、インターネットラジオを聞くだけではなくてモードを切り替えると iPhone の中に内蔵している iPod の音楽も鳴らせるんです。 あこれがなかなかあのいいなと思いましたけど。結局、ラジオはラジオそれから音楽は鳴らす音楽は鳴らすてアプリ独立してるものが多いんですけどこういう一緒に使えるものってあまりないのでこれ、なかなかいいなと思いまの、えー、なアーティスト名バッファロードーターって出てるんかと思ったら違いますね。 再生巻き戻しもね、そのスピンドルを触ることで真ん中を触ると止まったりとか直感的な操作ができますし、聴いてる音楽あの iTunes で、えー、探すなんていう時も iTunes のカゴのボタンをタップすると iTunes で飛んでくれます。はい、これ見つからなかったんですけどね。はい、というようなアプリで、えー、とデリテープって言いますけどあの、今画面で紹介したのは無料版の方ですが、有料版になるとあのテープのデザインとかバリエーション結構いろいろ選べるので、 あのー、まあ、有料版の方でいいという方はそっちもね、検討してみてやと思いますけどね。はい。えー、中松さんは、一データに何かを紐付けて、その場所で公開するというのはできそうな気がしますが、移動する電車では、移動で、移動する電車でできるかなと。うん、あ、それは何ですかね、Wi-Fi つながれないとか、そういうことですかね。山村さんのやろうとしているのは、はい。自分がもう Wi-Fi の、 基地局となって。はいはい、そうそうそう,そうそ。それ、モバイルルーターでもこう、SD カードに入れたコンテンツを、はい。あの、その Wi-Fi の配下に共有できるやつとかありますから、そういう感じなんですよね。そうそう,そうそう。あの、そ、外の 3G とかを経由してとかじゃない。じゃない、じゃない。うんですよね。はいはい。 だからこそ電車の中でっていう話それは別に家に置いとけない話で、別に持ち歩かんでもいいんですけどね。まあ、まあ、ちょっとその辺のイメージがちょっとお分かりにくかったのかもしれないですね。えっ、ー、と、四万十川さん、スタートレスタイヤに変えておいてよかったな、岐阜は大雪ですと。これ、今、ユーストご覧いただいている方あの、切れたら途中で小柱挟む方、それでですね、すそうかもしれませんね。はい、すみません。今日、見づらいというご意見、あんまりこうタイムラインでないので、皆さん結構ちゃんと見れてるんでしょうか そうですね,ね、はい、もしかして30分ずらすと、結構ええ感じそんなん言うてると、どんどん配信が遅くなるかもしれませんけど悦子さんから情報で、近畿の北部、大雪警報発令中、明日チャリ立やめようか、押していこうかといただいてますが、あそうですか、えーと、大雪警報ということで、松尾さんところはまだそうなんですけども。 まだ大阪市内ですけども、えーはい、私は南なんで、ちょっとね、えー、エリアは違うんですが、えー、大雪警報ということですので、あの当該の地域の方お気をつけて、あの明日から、はい、出勤してください。はい、もうこれは自転車の方もスタッドレスで、そんな、<laughs> そんなん、自転車スタッドレスないと思うかはい、あのかな、はい、はいえー、オートバイ、ちなみにスタッドレスはないんですよ、あのー、スパイクしかないんですけどね。あ やっぱりそれはなんか2輪だとやっぱり難しいとか、はい、いや多分ね需要の本数が違うから違ゃうかと私は思ってますけどね<ー>えっ、ーえー、と島戸川さんから私は土曜日に Mac ミニの QuadCore を、えー、AppleStore で注文しました同時に Amazon でメモリ16を 16GB 注文したらメモリだけ今日届いてしまいました本体,早くと本体早く届かないかな ああそういうことありますよね。えー、iPad ミニのケースだけさっき届いちゃったとかいう話、よくありますよねそうそう、えー。最近、ミニとメモリ大容量の組み合わせで買う方、多いですね。あ Mac ミニと。はいはいはい。そうなんですよね。やっぱりこう、AppleStoreBTO のメモリよりも、安いですもんね、えー、よそで買うた方が。えーはい、自分で簡単にこう交換できるとなれば、そうなりますよね。はい えとアイノさんからいただきましたスマートフォンやタブレット向けワイヤレス接続の外付けハードディスク G コネクトという商品の紹介もね今、リンクでいただいてましたはいもうどんどん無線でつながりますね、これからはいはい <laughs> ねえ、えー、ただ気をつけないとあの共有にしててね共有持っていかれたまず人にもアクセスされるようではいけないので、はい、あのそうですね、ちょっと外に対する守りっていうのががっちり。ねはい しとかないといけないと思いますが、いうてもこう、w i f i になると、もうどうしても物理的に外に漏れるので、はい、ちょっと対策がね、あ,の、はい、あれですけど、はい、難しいとこあると思いますけど、はいええ、さあ,、えーまあ、年末年始、ちょうど、まあ、あの忙しくされてる方も多いとは思いますけども、あのどうかね、えーと、お正月迎えるまでは、風邪ひかないようにね、元気で。 お,お正月かづいてって言うんでんじゃないですけどね、あの気をつけて過ごしていただけたらと思うんですが、えー、そんな年末になんとか時間の都合がつく方は、はい、すてまか、私は、はい、えー、っと、ワンボタンの声、大忘年会がね、12月28日にありますので、はい、ぜひ皆さん、あと5人枠がありますんでね、ぜひご参加ください。はい、えー、っと、さっきあのタイムラインにもね、URL 流して、今、あの、 番組ブログでこれご覧いただいている方は、この画面の下にもリンクつけてありますからね、そっちから行けますけども。はい。えー、当日はね、我々と、あのー、んさんと、それ以外にも、え、あの人がという方がね、来られる予定ですので、今からとある計画に向けて、今一生懸命大変な思いしてますよね。<laughs> なんで黙るんですか <laughs> もしもし、これはどこまで言っていいのかみたいなことをなとりあえずまあ隠して隠してしてますけど、でも来た人は,それは来てよかった,そう、ね、来た方とうそう、とあることがあるんですよ、もうこれ来た人は来てよかったって、多分言ってもらえると思うのでそうう、そういう忘年会にしたいですね、もう今、血の滲むような努力をそうですけど。山 <laughs> <laughs> さんなんなかやっ、はい 出るんでしたっけ。ええー、今、ね、あの、ジャグリング練習してるんですよ、なん、はい、<何>で。<laughs> はい、えー。というわけで、まあ、あの。今回は、まあ、今年一年のハードウェアというのを、ちょっと。追いかけてみました。はい。ええー、30分、開始が遅れまして、本当すいませんでした。ちょっと、あの、ダイドさん、はじめ、何かの方。眠いのに <laughs> という、ね。すみません。あの、遅い時間にえてますが、お付き合いできませはい。で、録画でご覧いただいた方も、本当。 録画でコメントいただいている方もあの <music> YouTube でコメントていただいている宝物さ,さんとか、また、オリオンのお客様でご紹介します、はいえー。今週3本の方もお客様でご紹介します。さっきも言いましたけど、あの大雪とかあって寒本くらいになとかどうかあった方も、あたかを来てもらっててください。松尾 <music>、えー、さんの方もあの風邪に関してもお客様うございます。はい、えー、それでは次回の配信まで。 真面目に真面目に解決ぞろのよいよ。